久保さん。無事帰ってきましたよ、久保さん。まだ生きてますね。まあ、今回ね、まあ、3000キロ走ったんじゃないかな、というぐらい、いろいろとね、ぐるぐる回ってたんですけど。で、あのー、まあ、モチベーションの話の続きなんですけど、あの、さすがに僕もちょっと疲れてて、ご飯どうしようかな、みたいな。ご飯どうしようかな、みたいな。外食しようかな、みたいな。 いや待てよと <laughs> あの <laughs> 自炊しました <laughs> ご飯あの3000キロの旅終わって買い物してきてでなおかつあの米炊いてね <laughs> 自分で <laughs> 飯作ってねやりましたよでこれもう一つのモチベーションっていうね最後おまけでもう一つのモチベーションっていう話をしようと思うんですけどまあなんで僕がその自炊のね えー、したのかっていうと、まあ、実はね、視聴者の方がいるんですよ。で、買い物してきましたシリーズと、あと男飯っていうシリーズがやってるんですけど、まあ、それをね、定期的に見ていただいてる方がいて、だからまあ、あいつもね、動画アップロードするとレスポンスあるんですよ。だから、まあ、見ていただいてる方が一人でもいる。じゃあその人のために、 うんコンテンテツ作ろうってことでうんだから基本的に僕、人のために動くっていうのはあんましないんですけど、ただ、うーん軸はね、自分軸、自分の柱は自分のためにやってるんだけども、もう一つの、あれば、見ていただいてる方が一人でもいるんであるならば、じゃあそこに対して頑張ろう、コンテンツ提供しようと、コンテンツ作ろうっていうところでやれるものもあります。ただ、 柱ではないです。柱は自分のためです、うん。だから柱をね、人のためっていう、僕人のためってあんま好きじゃないんですよ。うん、結局自分のためにやってんじゃないのっていう、その素直な自分軸があった上で、プラスアルファ、あのー、見ていただいてる方のためにっていうのはある、あるといいんじゃないかなと思います。誰のためにやってるのか、自分のため以外、僕は、僕はないと思ってます。 うん、自分が動画をアップロードするのも、自分のスキルアップ、自分の資産を構築する、自分のためにやってます。っていうベースはもうブレないですね。だそこをブレないので、まあ、できるっていうのもありますね。で、人のためにってなっちゃう。人のためっていう軸だったら、人がいなかったらできないじゃないですか。じゃあ <laughs> うん。人がいなかったら、じゃあ視聴,者視聴者がいなかったらできないって話ですよね。 視聴者のためにアップロードする。じゃあ視聴者がゼロの時アップロードできないじゃないですかって話になっちゃうんで。で、ほとんどの人が最初視聴者数ゼロ、1スタートなんで、ゼロとか1とかね、10とか。それぐらいからスタートですよ。僕の熟成さんでね、えー、YouTube 始めて1年でえチャンネル登録者数10万人超えた人出ましたけど、10万人ね。だけど、 うーん最初のね、アップロードしてた時っていうのは、再生数はね、そんなもんですよ。ビビたるもんですよ。1とか10とか、20とか、100以下ですよ。全然少ないですよ、うん。最初のアップロードした動画なんか0ですよ、最初は。そっからスタートして今チ、チャンネル登録者数10万人ですよ。うん。だから、あのー、やっぱ自分軸っていう、自分のためにやるっていうところがないと、 まあ続けることは難しいのかなと。特に最初の衝動なんかはそうなんで、自分のスキルアップのためにやるっていう。うん。何のためにやるんですか自分のためですよ。いってらっしゃい。